こちらです。ほう、こんな感じでございます。はい、どこだここは、国道30号線のね、岡山に南署の付近に来ました。岡山南署がね、ずっと向こうでお宝発見かな、この署になるんですけど、ちょっと今日はね、珍しいものがあるってことで、これからその場所に向かおうかなと思います。もう今日もね、30度超えて暑いです。もう日傘がないともうね、歩けないみたいな、そんな暑さです。あんなとこに鳩が。ちょっとこの橋を渡っていきます。笹ヶ瀬橋、笹ヶ瀬橋、ちょっとこれ渡ったところに今日のネタがあるということで行ってみようかなと思います。いや、それにしても暑いです。もうさっきから暑い暑いしか言ってないですけどね、まだ夏の始まりですかね。暑いのはこれからかな。もう視界に入っております。今日の店が、お店じゃない、ネタが、こちらです。ちょっと渡ります。こちらです。どら焼きのお店です。お店と自販機かで、ここがどら焼きの売ってんのかな、関係のビールなんですけど、ちょっと今日はこちらをね、注文してみようかなと思います。こんなね、感じの場所にあるんですよね、住宅街というか、ちょっと入り込んだところに。こんな感じです。あ、ね、冷やして食べても美味しいよと、まあ、この時期すごいいいものかなと思います。ちょっと早速ね、注文してみたいなと思います。え、これいつからあったの？はい、これにしようかな。あと、お、ほう、こんな感じでございますね。ちょっとなんか可愛らしいパッケージというか、なんかちょっと手土産じゃないですけど、友達にね、ネタでパッと持ってきたらいいかなと思います。で、結構ね、冷たいですね。とせっかくですから、あの向こうの方でいただこうかなと思います。すいません、失礼します。ちょっと公園行きましょう。
ねえ、いいですよね。手のひらサイズです。手のひらサイズかな、こんな感じです。でめっちゃ冷えてるんですよ。このね、暑い時に冷たいね緑茶と、まあなんか一緒に食べて涼むと。なんかちょうどね、良くないですか？雰囲気いいですよ。南区の藤田っていうところですね。製造してるところが玉野市長尾っていうところですね。はい、ちょっと上げてみたいと思います。こんな感じです。どうでしょう。はい、こんな感じになってます。ちょっと開けてみます。よいしょ。あ、結構ね弾力がありますね。こんな感じです。どうでしょう。はい、いただきます。うん、あ、生地がねもっちりしてます。程よい甘さ加減でお茶が飲みたくなる、甘さかなと思います。ですごいひんやりしてます。うん、おいしい。こういう生地かなんかすごいもっちりしてて、うん、とりあえずすごいもちもちしてます。うん、何個でもいけそうな。はい、というわけで今日はこんな感じでございます。なんかねすごく良かったです。思ったよりなんかパサパサして、なんか暑いのにまたとか、またこんなの食べるんかとか思った人いるかもしれないですけど、すごい生地がねひんやりしてて、でもちもちなんですよね。すごい冷たさがね口の中に伝わってくるっていうか、でそこにねまた冷たい緑茶とかほうじ茶とかね飲んだら、ね、最強なのかなと思います。ちょっとね場所間違えてしまう可能性もありますよね。橋を渡らずに手前に行ってしまう場合がありますんで、まあ、一応ここね、南区の藤田になりますんで、お間違いないように、はい、いやもう自販機すごいですね。どら焼きまでついに行ったということで、皆さんぜひご賞味ください。行ってみてください。で食べる場所なんですけど、まあね、家で帰って食べるのもいいし、まあ、河川敷ね、全然食べてもいいと思うんですけど、やっぱりゴミはね、散らかさないように、お願いしたいなと思います。もしゴミがね散らかったらもうあそこねちょっといろいろあると思うんで、ぜひお願いします。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。